ございます。おはようございます、マネージャーさん。おはよう。早いね。まだ約束の30分前だ。ひょっとして早すぎましたか？ついいつもの癖で。すみません。今日は話だけだし、あまり身構えないで大丈夫だよ。ここは君の事務所なんだからリラックスしてくれ。でもバンプロの時、事務所ではいつも緊張感を持つようにしていました。バンプロでは打ち合わせでもそんな空気なのか？バンプロというか、父、朝倉社長の前ではどうしても。俺の手本は三枝さんだからな。星見プロは三枝さんに似てもっとおおらかな社風だよ。そうなんです。バンプロとまるで雰囲気が違うので、最初の頃は私たち戸惑っていたんですよ。朝倉さんと三枝さんの性格の差かもしれないな。もしかしてやりにくい？まさか。そんなことは全然ありません。楽しいですよ。ゆうやすみれともよく話してるんです。星見プロを選んでよかったって。私たちを受け入れてくれて本当にありがとうございました。改めて言われるとくすぐったいな。俺も全力でトリニティエールをサポートするよ。ありがとうございます。このご恩は仕事でお返しします。天道さんは真面目だな。でもそうなるとやっぱりこの仕事は。どうしたんですか？マネージャーさん、急に視線が泳ぎ出しましたけど。トリエルに仕事のオファーが来ていて、今日はその打ち合わせなんですよね。トリエルじゃなくて天道さん単独のオファーなんだけど、やっぱり天道さん向きじゃない気がしてきた。ごめん、再検討させてもらっていいか？待ってください。どんな話なのかも聞いてないのに断るなんて。話くらい聞かせてください。いや、しかし私だってプロのアイドルです。今までだってどんな仕事もやり遂げてきました。星見プロの看板を傷つけるようなことは絶対しません。マネージャーさん、信じてください。天道さんを信じてないんじゃないよ。ただ人には向き不向きがあるだろ。今回のオファーはファッション誌のグラビアなんだ。歌でも踊りでもない。グラビアなら今までだってやったことあります。アイドルとして想定内のお仕事です。出版社さんにせっかく私を指名していただいたのに、無下にしたくはありません。ちょっと待ってくれ。積極的なのはいいけど、内容を正確に把握しないで仕事を受けるのは良くないよ。マネージャーさんが信用できる方だというのは、今まで一緒にお仕事をしてきてよくわかってますから。そんなにまっすぐな目で言われるとますます説明しづらいな。ファッション誌のグラビアなんですよね。さっきからどうしてもごもごしてるんですか？わかった。内容を説明する。それを聞いた上で嫌なら遠慮なく言ってくれ。私の返事はハイかイエスのどちらかです。こらこら、全工程はダメだって。雑誌は BB、 関東で特集を組んでくれる。有名な女性向けファッション誌ですよね。すごくいいお話じゃないですか。その特集の内容が夏の水着特集なんだ。だから結構露出度が高いんだけど。はい。水着のグラビア撮影だ。天道さんは確かそういう仕事をしたことはなかっただろ？ないです。私バンプロにいた頃はそういう仕事をやったことがなくて。決してそういった仕事を悪く思ってるわけではないんですけど、でも恥ずかしいです。わかってる。俺も無理強いはしたくない。一応話はしておこうって思っただけで。待ってください。私やります。え、なんで？移籍して環境も変わったことですし、心機一転してやったことのないお仕事にも取り組むべきかなって。それに星見プロへの恩返しにもなりますから。私水着グラビアを解禁します。いいのか？無理してない？してません。でも絶対現場にはついてきてほしいです。でも
男の俺が同行するよりも橋本さんが同行した方がいいんじゃ。いえ、星見プロでの初の単独仕事ですから、マネージャーさんに私の仕事ぶりをしっかり確認していただきたいんです。撮影当日までにきっちり仕上げてきますから。なんだかもう緊張してきました。今までやってきたお仕事の中で一番緊張するかも。無理なら断っても。いいえ、やりますー。